老朽化し建て替えが必要な下田市役所ですが、新庁舎の予算規模や建設地をめぐって二転三転し、検討開始からすでに10年が経過しました。下田市の松木市長は、並行した伊能沢中学校の校舎を新庁舎の一部に活用する考えで、今日審議会の初会合を迎えた新しい委員たちは校舎内を見て回りました。校舎は新庁舎建設のため市が取得した土地に隣接していて、校舎の活用で建設費用を7億円前後減らせると試算されています。ここで行かないと、もうどうしようもないんじゃないかなと。それと、市民の税金がかなりもうすでに投資されているわけですね。下田市民のために何がいいかということが基本だと思いますので、個々の考えというよりも、やっぱり公としての、ね、考え方がこう生きていくような町になってほしいなと。そうしないと多分何も決まりませんよね、この町は。下田市は新しい庁舎について2026年3月の完成を目指しています。